はい、ナフコさんで3本具は、1050mm を買いました。はい、1180円です、税込み。ナフコさんで、本当は、コメディさんで998円ぐらいですかね、200円ぐらい安いやつを買おうと思ったんですけど、コメリさんまで、そのナフコさんからもう徒歩で5キロあるんですよ。5キロ。約5キロ。4.8 キロぐらいですかね。もう閉店っていう時間もありますし、結構もうしんどいなっていうのもあるんですけど、まあでも、まあ200円ぐらい差があるんだったら、まあ僕だったら買いに行くっていうのもあったんですが、ちょっとここ見てください。このナフコさんのやつだと、くさびがついてたんですよ。くさび。くさびがついてあって、さらに、ガタつき解消防止のため、約1時間程度、頭部を水につけてくださいっていう、書いてあって、これコメディさんのではなかった気がするんですね。くさびと、この、水につけてくださいみたいな。なので、まあ、200円ちょっと高いんですけど、このくさびがついてたのと、だから、のと、この、水につけるっていうので、ちょっと、こっちにしようかなと。で、最初ね、水につけるのと、くさび、どっち先やればいいのかなって、ちょっとよくわかんなかったんですけど、水着につけてからくさびか、くさびつけてから水かってわかんなかったんですけど、まあ、よくよく考えると、水につけてからくさびやっちゃうと、水につけるのはこう膨張させるためなので、水につけて膨張した状態でくさびやっちゃうと、水が、こう収縮した時にちょっとグラグラになっちゃう可能性なので、くさびつけてから、くさびやってから水にやった方がいいのかなって思ってたところ、まあ店員さんに聞いたところ、も店員さんもそういう見解だったんで、まあくさびやってから水につけてます。はい、1時間ほどつけたいと思います。はい、ということでね、このクワでね、畑を耕すの楽しみです。今日は本当、キュウリ、の苗2つと、サルビアの苗2つ、キュウリ1個40円、サルビア1個10円という破格だったんで買いました。あと、シソ、大葉、が98円、苗。まあ、千夏が料理でよく対応するんで、ちょっと買おうかなと。あと、ナスがね、ナスが250円ぐらい なのが苗、半額の125円ぐらいで売ってたんで、それはナフコさんで買いました。あとのはコメリさんで買いました。あとね、KODD2 さんでピーマンがね、ちょっと割引で売ってたんですけど、ちょっとそれは買わなかったですね。ちょっともしかしたら明日買いに行くかもしれないですが、とりあえず、そんな感じです。クワ3本クワ、あ、3本じゃないね、普通の平グワっていうんですか、普通のこういうやつも同じ価格で売ってましたね。コメリーさんとナフコさんで。KODA2 さんちょっと高かったですね。KODA2 さんもやめた方がいい。コメリーさんかナフコさんで買った方がいいですね。はい。まあ、インターネットで、ステンレス製の、が1000円ぐらい売ってたんですけど、こっちの木の方がいいかなと思って。僕ずっと結構外に置くんで、ステンレスはちょっと錆びるかなと思って、まあ、木もね、腐っちゃうかもしれないですけど、なんか木の方がいい気がして、はい、木にしちゃいました。まあ、今日、吉と出るか今日と出るか分かんないんですけど、はい、まあそんな感じです。はい、楽しみです。以上です。何かの参考になれば幸いです。